みんなのためにも負けられないわ。さあ始まりました、ドリームボール最終回収録。あれちょどこ撮って可愛いけど今日こっちでお願いしていいですか。さあ今回最終回ということで、スーパー超エリート選手の白鳥美優が登場させていただきます。今回で最終回ということなんですけども、前回お邪魔した時にかなり後半の方だったので、次出る時にあと1個ぐらいで私が願い叶えられる順番なのかなとか思ったんですけども、前回私がボール獲得してから誰も取っていないということで、まだボールが3つ、今日の収録であと4つゲットしなければなりません。そのためには私が超スーパーウルトラエリート選手の白鳥美優が4000枚ゲットしなきゃいけないということで、まだ店内の方見てないんですけども、これから店内を見て4000枚目指して頑張りたいと思うんですけども、今までエリート戦士の七瀬静香ちゃんを率いて、まあホタちゃんが1個、あとリナリーナは0、あと助っ人の大先輩工藤舞さんが登場したにもかかわらず、あまりにも不甲斐ない結果なので、今回の最終回はこちら123南昭和店さんで、私白鳥美優がガツンと大勝利を目指して頑張っていきたいと思います。それでは早速行ってきます。それでは行ってきます。またクマちゃんかと思った。よかった。今日はね、新しい服、このために持ってきてきましたから。4000枚出しますよ。前回ですね、お邪魔した際には、凱旋でいい結果を残すことができたんですけど、開いてないな。凱旋の隙満々だったのに開いてない、マジか、どうしよう、凱旋打とうと思ったのにな。まあハーデスの100ゲーム、あ開いてなかった。ちょっとあそこ開いたら行こうかな。あ、1台だけ開いた、罠、全体的に見てないんだよな、まだ。でもそうやって一応加工しとこうかな。やっぱり残り4000枚ということで攻めないといけない状況なので、前回も出してもらったんですけど、凱旋でいけたらいいなと思います。よいしょ、ちょっとまだ見れてないとこがあるので見ていいですか。一応凱旋はキープして、他の台もしあれば。開いてないわ。あ、1台だけ開いてる。開いてない。万丈スリーも。店内の通り見てみたんですけども、今から短時間で4000枚を目指すということで、一番現実的で頑張れそうなのがこちら、ミニオンゴッド神々の凱旋。凱旋しかないと思いますので、今日はまずは凱旋で攻めてみたいと思います。よろしくお願いします。それでは本日の2戦スタートします。ミニオンゴッド神々の凱旋で頑張りたいと思います。前回登場の際にもですね、凱旋でその時はちょっと風邪ひいてて、声と引き換えに体温玉をゲット、そしてボールも2個ゲットという形だったんですけども、今日は至って健康なんで、さらなるパワーを解放したいと思います。
7をたくさん引けたので387ゲーム、投資が3本です。早めに当たりました。ランプは白。順当多めで1セット目は終了です。ここで終わったらもう4000万円なんて夢のまた夢なんですけど、頼む待ってくれ。戻ってきました。お集団リップからの頼むべきだな。
風吹いたからもう一発ここで鍋の沖縄を吹きたい。残念ですけども死にかけるしかない。もうラスト落ちたからこう使わないやな。ゴットじゃなかった。でもチャンスですね。ここで頑張りましょう。投資3000円でずっと頑張ってきたんですけども、ここで手玉がなくなってしまって追加投資の時間になるんですけども、一旦店内の
の様子を見に行きたいと思います。それでは、今日私ミリオンゴッド神々の凱旋を打ってるんですけど、これを目指してます。私今このこれすごい、本当にいつもバジリスク絆も人気なんですよね。でも時間もありますし、4000枚っていう大きな目標があるから、やっぱり今からの時間だとできれば休憩所で攻めたいなっていうところではあるんですけど、やっぱりバジリスク絆もいい感じですね。で、私が打ってる凱旋もかなり初当たりも早いので、このままちょっと私頑張ってみます。まだ4000枚諦めてないです。この後からもまだゴッドマカナナも引けてないんで、それを目指しつつ4000枚頑張りたいと思います。改めて、はい、もしくは訪問したまで全部裏調査見てみます。私そうですね、裏挑戦ゴッドちゃんも見てなかったですね。出てる、まあ、410ゲームか。今イノバコ解放したとこですね。410ゲーム行きます。あと600ゲームで当たるな。とかどうしよう。いや出てるんですよね。コモンちゃま裏挑戦縛りで頑張ってみましょうか。かなりちょっと自信ないけど、まあ413ゲームなので頑張ってみます。こんなはずじゃなかった。スーパーウルトラエリート選手の私がこんな無様な姿を見せるとは。白星で修行を積んできたのにな。それでここの場所で風を当たるのも今日で最後か。なんか寂しいな。あ、翔太さん。ん？何ですか？やっぱ、調子悪いのサングラスしてるじゃないですか。サングラスがないと白星から来てるんで、地球がね、白星のパワーに耐えきれないんですよ。なんで今パワーをセーブしてるんですよ。なんで外せないんです。そうなんですか。うん、何か。やっぱり白鳥さんの輝いた瞳が見たいなと思って。見たい。いやもうそれ待ち望んでますよ僕は。見たい。お願いします。なんで。見たい。ちょっと待ってください。私こんなんじゃ調子出ない。白星で修行積んできたのに。いやそうは言われましても、サングラス外すわけにはいかないんですよ。いいんですか、地球が壊れても。いやそれはちょっとまずいですね。まずいですよね。まずいけど外した方がいいですか。今じゃちょっと外してもセーブできるようにちょっと外します。外した方がいいですよね。そろそろパワー出していただきたい。確かに、逆に確かに。じゃあパワーを出すためにもサングラスを外していきます。これで大丈夫。あ、じゃあちょっとこれで体軽くなったんじゃないですか。あ、なんか出そうな気がする。あ、ちょっとパンチとかキック見せてくださいよ。おらおら、どうよ。おら早いっすね。修行受けてきたんで、剥製で今からの私に期待してください。かけとこ。後半戦期待していいですか。任せてください。よし、じゃあ行きましょう。よし、行くぞ。ついてきて。全然勝てないんですけど。あー、やった、ストックある。うわ、元気。やりましたよ。あー、出てこい。よっしゃー。めっちゃ大事。バイ。
お願いします。告白する時も、あーデートの時も、喧嘩の時も、ごめん仲直りした時も、いつでもどこでもジャンバリ新着アプリ